カルティエ、バロンブルー、SM、18KYG、SS コンビブレス、2000年代、クォーツ。今回ご紹介するのはカルティエのバロンブルーです。フランス語で、青い風船という意味を持つコレクション。2007年に誕生して以来、カルティエの新しいアイコンとして人気を博しました。直線的なタンクデザインとは対照に、丸みを帯びたなだらかな曲線が印象的です。LM、MM、SM の3種サイズから選べ、SS、YG、WG ケース素材や文字盤パターンなど、バリエーション豊富なところも評価されています。本品は、そんなシリーズで人気のコンビデザイン、カルティエバロンブルー、W69010Z4 クォーツモデルです。文字盤はホワイトカラー。カルティエの顔でもあるローマンインデックスとブルースチールハンドの組み合わせ。11時1にシークレットサイン。クラシカルでファッション性にも優れた洗練された風貌です。SS ケースは、どの角度から見ても丸みを帯びた優雅な曲線フォルム。ガードに守られたリューズには、鮮やかなブルーサファイアがカボション加工され、28mm 径の小ぶりなサイズながらも存在感のあるデザイン。装着しやすい観音開きの 18KYG-SS コンビブレスを装着した、可愛らしくもあり、大人らしくもあるカルティエの一品です。カルティエは、1847年、宝石細工師であったルイ・フランソワ・カルティエがジュエリーメゾンを開いたことから、その歴史が始まりました。ご存知の通り、幅広く事業を展開する世界的トップファッションブランドであり、本物の上質感にこだわる世界中の王侯貴族御用達として160年以上も続く名門ブランドです。操作方法。右サイドにあるつまみがリューズです。リューズを引いて回すと、針が稼働して時刻調整ができます。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りしました。